スマブラテクニック絶についての解説になります。絶とは、絶低空空中緊急回避の略で、スマブラデラックスから復活した技術です。空中から地面スレスレで斜め下回避を行うことで、キャラが滑る動きをするというものです。今作の絶は弱体化されており、DX のようなキャラコンには使用できません。これがデラックス時代の絶です。デラックス時代は絶を連発してもデメリットはありませんでしたが、今作では回避ペナルティがあるため、連発で使うと滑る距離が減っていきます。また今作では地上から絶を出す場合、つかみボタンで斜め下回避を入力しないと絶は使用できません。これがシールドで斜め下回避を入力した場合、ほとんど滑っていません。続いてつかみで斜め下回避を入力した場合、しっかり滑ります。なお、台などで絶を使う場合、シールドで回避、つかみで回避しても普通に滑ります。そして絶はキャラによって滑る距離が異なります。一番滑るキャラはイグラ、リドリー、射撃ミーなどです。逆に滑らないキャラはベヨネッタ、リトルマックなどです。ここからはいくつかの絶の応用について解説します。5つ目は引き絶を利用したカウンターです。引きの絶で相手の攻撃を透かすことで隙だらけの相手に攻撃ができます。サドンデスなどで初見殺しとして使うのが有効でしょう。3つ目は相手の崖上がりに絶を合わせて攻撃する応用です。ジャンプ上がり以外に合わせることが可能です。絶の距離、横スマッシュが優秀なホムラなどでは非常に有効です。3つ目はキャラが限られますが絶の姿勢を利用して技を回避する応用です。これを行えるのはカービィ、プリンなど絶の姿勢が低いキャラです。次は台で行える台絶の応用法紹介です。まず、台上でガードを張っている相手に掴みを入れることができます。これは初見殺しとして実用的でしょう。次に、台で受け身を取った相手に追撃を行う方法です。これはかなりアドリブ性が高いです。また、台上転がりに対しては上スマッシュなどを当てられます。このような即死が狙えるかも。最後に、ガーキャン台絶からの反撃です。ガードで受けて、台絶で相手の上を経由して裏から叩きます。以上で絶についての解説、紹介は終わりです。おまけ、絶を使った技を紹介します。一つはアズスペ、ミュウツー限定です。引き絶からの金縛りです。着地針で有効です。もう一つは CSCD です。チャージショットをジャンプキャンセルし、そこから絶をする技です。かなり色をつけます。動画は以上になります。普段の戦法に一度入れてみてはいかがでしょうか？気になる点などはコメント欄でお願いします。それではご視聴ありがとうございました。